はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。やすし様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。昨日大塚駅で、佐藤俊彦豊島支部長と政治活動をしてまいりました。演説もしてまいりました。少しですけれどもね、そちらの動画も上がっておりますので、よかったらご覧ください。 NHK スクランブルのぼり作ってみました。昨日デビューさせたところであります。5月4日の渋谷デモにも10本ぐらい、持っていくつもりであります。どなたかに持ってもらうようになりますけれども、プラカードもあるんですけれども、こういうのもちらほらあると見栄えいいなぁなんて思っております。見栄えを良くして、ですね、 NHK が取材に来るかどうか見ると、5月4日の幸い晴れの予報みたいなんですよね。よかったらご参集ください。そしてこんだけ人数が集まっておるのに、テレビ局どこも来やがらねえ、ニュースにも一個もならないというですね、承認になってください。よろしくお願いいたします。総務省発表、全世帯所得中央値の値をですね、発表しておりました。中央値っていうのは順位が真ん中の値であります。100調べたら50位の人の成績ってなりますか。1994年は550万円だった。2019年は372万円であった。178万円も下がっておるというようなことをですね、毎日新聞が報道しておりました。ネットの反応です。すげえ下落率だ、泣ける。派遣が増えたせいだろうな。派遣業を拡大したせい、あらゆるものの容量も減ってるぞ。なんか食品のプリンとかヨーグルトとか、ビスケットとかお菓子とか、結構な上げ底になってるみたいですね。小池屋のポテチなんかも内容量が 120g ぐらいから 80g、 袋ばっか大きくて、なんかスッカスカ、中身スッカスカみたいになってるみたいなんですけれども、稼いでも税金で持っていかれるだけ。税金や憲法負担で5割近く引かれてるから経済が冷えている。この人は個人で5割近く引かれるとしたらすごい高所得者だと思われますけれども、これ実質税負担率 48.1% のことを言ってるんだと思います。これから生まれてくる子供はさらにハードな人生。そうなんだよね、本当に。財務省いい加減にしろ。てめえらの孫が重税に苦しむのわかんねえのか。バカだな、本当に。昨日大塚でもですね、日本で一番バカな組織は財務省ですよね。演説してまいりましたけれども、年金、憲法、社会保険、車の税金、消費税、全部上がってるし。本当にね。1994年の実質税負担率調べてみました。したら36% でした。それが今では 48.1% になっております。あれですね、12% ぐらい持ってかれるのが増えちゃったんだな。俺らは若い頃よりも 1.3 倍ぐらい将来に希望がないっていうのが今の若者ですね。試験なんですけど、毎日新聞のことですから、安倍のせいにしたい書きぶりでした。ですけれども、民主党政権がですね、破壊した日本経済を戻すだけで、安倍政権は手いっぱいだったんですよね、実は。安倍政権になって、倒産件数は半減したし、民主党時代から半分だったし、で、求人倍率1以上を維持してですね、仕事を選ばなければ、失業はゼロになるっていうのをずっと達成してましたしね。所得の中間値がこんなにも下がった原因はズバリこちらですね。
低所得者の数が増えた、団塊世代が年金受給を開始し、低所得世帯の数が激増した。これ上のオレンジのピョコーンっていうところはですね、2年前に65歳以上になりました。皆さん全員。それで年金受給世帯が、まあ、ピョコーンと増えたわけなんですけど、年金が所得の 100% を占める世帯が約半数だそうであります。65歳以上で年金もらってる方で、年金しか収入ねえわ、俺は。っていう方が半数なんだって。国民年金の満額は月 6.5 万円、なので、これで生活できない人は生活保護受給者ってなってですね、こちらも倍増しております。1994年からすると、3倍増ぐらいになっとる。これ世帯数の推移ですんでね、外国人に生活保護くれてやってる場合じゃねえよ。全然。私の参院選の公約で2番目に外国人生活保護廃止っていうのを書きましたけれども、外国人に生活保護やってる場合じゃねえっていうの。なんで世界で日本しかやってねえ、そんなことをやってねくちゃなんねえ。厚労省の国会答弁でですね、外国人生活保護に年間1200億円以上かかってるそうであります。1280億円つったかな。外国人を生かすために、俺はね、年間1000円も払いたくねえんだよね。1億2000万人で、1200億円を割ると1000円ってことになるよね。まあ、なりますよね。0歳の赤ちゃんも、100歳の人からも1000円取り立てている外国人を生かすために。世界中どこもやってねえのに。私の税金、年間1000円外国人を生かすために使われているかと思うと腹が立ちます。庶民の所得防衛策なんですけれども、まあ手っ取り早く新聞やめる。テレビを捨てる。で、広告に惑わされないって、テレビの CM 見なければ欲しいってものもぐっと減ります。 NHK はもちろん解約する。労働組合はやめて労働組合費払わない。車なくても生活できるとこに引っ越す。先祖代々の土地があったら売っちゃう。消費せず消費税を払わないことで財務省に復讐するなどが考えられますね。まあ庶民が手っ取り早くできるのはここら辺ですね。私の動画見てるような方は、新聞撮ってる方はもういないと思いますけれども、テレビ持ってる方は結構いるんじゃないか。NHK、にお金払ってる方も結構多いんじゃない、なかろうか。D アニメで十分であります。中国共産党のケツなめ、国族であることを隠さなくなってきた公明党、きっと余裕がないんでしょうね。ボロ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 あらが出てきておりますけれども、これ学会の香港支部潰そうつどって予告でもあったんでしょうかね。竹内譲っていうのかな、竹内譲政調会長、公明党のね、参院選公約を発表しておりました。九条はいささかも変えるつもりはない。この他にも脱炭素とかなんとか言ってたけど、これも中共のケツなめでしょうね。9条変えるつもりはないって公約の1番目に9条即時破棄を持ってきた日本改革党とは真逆ですね。まあこいつら敵ということで、ロシアのウクライナ侵略の報道を見てねえのかなって思いますけれども、中共のケツなめるためにはバカにならないといけないんでしょうか。自分だけ仏様に救済されれば子孫はどうでもいいって考えてんでしょうか。地獄に行くといいですね、本当に。拝んでも拝んでも地獄に行くといいなんて、ちょっと思ってます。今日はこれから渋谷のデモのコース下見に行ってきますんで、今日の動画短め。ゴールデンウィーク突入でニュースもあんまりないんですよね、全然。これはってもニュースが
あんましない、国会も閉まっちゃってるし、というわけで、5月4日の NHK スクランブルデモ in 渋谷、よろしくご参集ください。デトックスジャパン。